2011年2月6日に執行された愛知県知事を選出するための選挙。現職の神田正明の任期満了に伴う知事選挙。現職の神田は自民党から4選に向けた出馬の要請があったが、前年9月に不出馬を表明。知事としての3期12年の任期を終え、12年ぶりに県のリーダーが交代する選挙となった。 最も早く候補を擁立したのは、政権与党の民主党で、候補には、同党衆議院議員の石田義弘や、IT 関連会社社長の藤原洋などの名が、上がったが、同党県議団の投票で、総務省大臣官房審議官などを務めた、愛知東方大学教授の三園真一郎が、選出され、党推薦で擁立することを決定した。次に、 医師の薬師寺道代がみんなの投稿人で立候補する意向を表明した。野党の自民党は上記にもあるように、一旦は現職の神田に出馬を要請したが、神田が不出馬を表明したため候補者選考を急いだ。党が出馬を打診したのは内閣府行政刷新会議事務局参事官補佐の重徳和彦で、その後無所属での出馬を表明した。共産党からも土井敏彦が、 当水戦で立候補を表明した。ここで割り込んできたのが、自民党衆議院議員の大村秀明で、名古屋市長の河村隆の強い要請を受け、立候補を模索していると報じられた。所属する自民党や民主党からは、驚きや戸惑いの声が上がり、自民党からは立候補を強く移住されたが、大村はそれを断り、同等離党と知事選への倉外出馬を表明。 河村との全面協力で知事選に臨んだ。自民党は離党届を受理せず、県連による候補者選考の際には手を挙げず、独自候補要立が決定した後に出馬表明するのは半党行為として除名処分を決定した。この他、社民党と国民新党がみそのを推薦。公明党愛知県本部と河村が率いる地域政党。 現税日本が大村を推薦した。さらに、県医主連と県薬剤師連が、みその、しげとく、大村の3子を、県司会師連がみそのをそれぞれ支援することを決定。県能精連は、実施投票とした。最終的に、新人5人が立候補し、知事選では実に1951年以来60年ぶりに5人以上が出馬する乱戦となった。 県と名古屋市では市長を務めていた川村隆が公約に掲げていた市民税の高級減税を議会に阻まれたとして議会解散のリコール運動に出た一方で自らも市民の信を問うとして職を辞したことから結果的に市長選挙と市議会解散の是非を問う住民投票がこの選挙と合わせて行われることとなった5名 届け出順2010年2011年各候補の得票率投票率は52.52% 52で前回2007年の52.11%をわずかに上回る投票率であった。当日の有権者数は581万1095人であった。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協託金募集外境は以下のようになった。 協卓禁断のうち、没収とある候補者は、有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。得票率と赤配率は、未発表のため暫定計算とした。結果は、名古屋市長の河村との超党派でのタッグで選挙戦に、臨んだ大村が、各主要政党が後押しした他の4候補を圧倒し、初当選を果たした。自民党が支援した重げは、 大村の勢いに押され、大村に大差をつけられる結果となった。民主王国と言われてきた愛知県で、同等推薦のみそのは、得票率3位止まりで惨敗した。市町村別では54市町村で、大村が、得票数1位となった一方、重徳が1位となったのは、下良町、豊根村、飛島村の3町村に止まった。同日選挙として執行された名古屋市長選挙でも、 大村とタックを組んだ河村が当選し、国政停滞への不信が脱規制政党を旗印に、下二人を大きく後押しした結果となった。ありがとうございます。